卓務官僚を、カラフト町農林部植民課課長などを歴任した、大日本帝国の卓務官僚である。カラフト町に入庁し、長年にわたって、カラフト町の農林部で食産化の課長を務めるなど、主として農政畑を歩み、植民政策のスポークスマンの役割も果たした。カラフトの漁業政策を担った、岡本暁、林業政策を担った、小沢清田と並び、 太平洋戦争開戦前から戦中にかけカラフトの産業育成に尽力した人物として知られている。太平洋戦争終結後は北海道の開拓にも携わった。カラフト町に入庁し農林部にて植産課の課長に就任した。植民家においては植民地の選定、区割り、測量、移民、未開地の管理、処分、農業、畜産、商工業、 産業組合、博覧会、競馬会、品評会、狩猟、植民の経営、施設、地籍、土地改良、農場試験場、毛皮動物の繁殖保護などに関する事項を所管した。また、カラフトにおける農家の生活をつぶさに観察し、それを分析した結果、食生活の改革が必要だとの結論に達した。アカンタイであり、 事実上稲作不可能地域である当時のカラフトにおいて内地からの農業移民は自らの畑で収穫した煙幕を販売して得た現金で内地移入米や塩酒や鶏肉を購入して食べていた。これに対して証券は農業移民が本来食べるべきなのは自らの畑で収穫した煙幕やジャガイモ自らが買い育んだ家畜の牛乳や経営卵であり、 まず食生活の改善が必要だと指摘した。証券は、その国において、最も平彩的に、かつ多量に生産する食物を主要食物としている、国が最も繁栄する国であるという適地的作主義に基づき、農業移民は、有畜農業で生産した食料を消費すべきと主張した。ただ、当時の農業移民が、内地入米や、塩酒や鶏肉を、 わざわざ購入していたのは、米食志向や動物と札機といった文化的な側面が強かった。証券によれば、当時の農業移民は、米に対して極めて深き愛着心を有し、米を、食はなければ生きていかれないごと期関連を持つている。自分のところで買いつていた鳥でさえ、これを潰して、苦労という様は、よく、試し得ないのみならず、 花はだしいのは人道にでも反しているかのごとく思っている人がある。他年の習慣と手やもうえざることとは言いながら、ここのごとき観念が未だ取られないために、自家産の鳥を100問目30銭に与えつて、引きを100問目35銭で買いつてきたるというような、ミノル霊を往々にして見受けるという状況であった。そのため、証券の主張は、農業移民に対して生活感、生命感、 文明観、世界観の変革を要求する、難事業であった。証券は、我がカラフトは、アマテラス公、大宮様が、豊か吉原水穂の国を何を行って、治めよと言われたとき、その範囲に行っていなかったかもしれぬ。米は取れないが、じゃがいもや、小爆を食っていくことが、神様のご意図に合しま高くすることが繁栄の本で、洗うと思うなど。 日本神話の天孫降臨の逸話を例に出した上で、カラフトの農家に米ではなく、ジャガイモや小麦を食べるよう呼びかけた。一方、豊原商工会議所の回答などを歴任した実業家の大田慎吾は、カラフトの豊原軍で農場経営に進出するにあたり、駅畜や給費を使用せずに、大型機械で開墾や工作を行う方針を打ち出した。大田の提唱する、 無蓄機械大農という経営方針は、カラフト町の自作有蓄小農という開拓方針に真っ向から抗っており、後に大田と証券の論争に発展した。カラフト町中央試験所の職員らも参戦するなど、カラフトの農業の将来をめぐっての熱い論争が展開された。ありがとうございます。